KKNP69 はドイツ民主共和国にて訓練用機材として開発された小口径短期間銃である。製造はエルンスト・テールマン車両及び両銃工場が担当した。スポーツ技術協会が実施する軍事協連の際、国家人民軍の正式小銃運 PK の取扱い訓練に用いるべく開発された。そのため、設計上はいくつかの際があったものの、 重量や寸法は、うんぴを再現していた。カットモデル断層 M70 弾のパッケージ KK、うん69は、超ガスピストン及び回転ボルト閉鎖を作動方式として採用している。口径は 5.6mm で、シェーネベックにて特別に製造された M70 弾を使用する。球弾は、単立式の箱型断層から行われる。銃および、断層の寸法と重量。 基本的な操作方法は国家人民軍の正式小銃だったんぴけを再現している。リコイルスプリングは M70 弾の反動に合わせんぴけよりも小さいものが採用されている。外見もんぴけに似せられていたが細身のハンドガードを採用している点、ガスチューブとマズルナットが設けられていない点で区別できる。重傷、ハンドガード、ピストルグリップは茶色の樹脂製である。 重傷は固定式のみで折りたたみ式のバリエーションは存在しなかった。クリーニングロッド、着剣装置も設けられていない。NPK と同様、セミ、フルオート射撃を切り替えられるセレクティブファイア機能を備えていた。重工所速は秒速310メートルで有効射程は100メートルであった。KKNP69 はスポーツ技術協会が 軍事協連の一環として行う自動小銃取扱いの講習にて主に使用された。また一部は国家人民軍の射撃訓練でも使用されている。単列式断層の構造上、玉詰まりが起こりやすく、当然ながら実戦への投入は想定されていなかった。KKNP69 の大部分は GST が訓練用機材として保有しており、ドイツ再統一後は 統計団体の技術、スポーツ団体連盟に引き渡された。当時、国家人民軍から接収された銃については、完全に販売が禁止され、およそ5万丁のすべてが処分されることとされていた。しかし、スイスや旧西ドイツに所在する複数の銃器関連企業は、直ちにこれらの入手を試みた。現在のドイツ連邦共和国においては、所定の許可を得るか、 半自動銃化の改造を施された k 験 P69 は、療銃ないしスポーツ銃としての所持が認められている。ありがとうございます。